州上田おもてなしご招待を行く上田町中合戦記プラ上田。こたびの戦は上田城千本桜祭りに出店予定だったお店を我らが訪ねる目的じゃ。さあ今日はどのお店かの。新州上田おもてなし武将隊真田幸村様と重遊使者、自分は甲賀流忍者猿飛さつきと申します。そして動画を撮っておりますのが真田忍者の遊園者は。本日来ておりますこちらが柳の谷の大学、この時代の野木らしくなった街並みが特徴のこちらにございます。ある中で本日はこちら120年以上もの歴史を誇りますさとり製庵さんにございます。ではさとり製庵さんの若女将にございます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どのようなものがおすすめにございまするか。おはぎの粒あんが入りました。おはぎのセットになります。おいしいものでございますね。はい、くるみおはぎ、珍しいものでございますが、はい、じゃあ地産地消ということで。そうですね、はいはい、少年の土地を生かしたシムダライラというところでもち米を使っています。こちらもこういう感じで3つで切れているんですけれども、うん、もち米からとっても美味しくて、はい、めっちゃ120年以上の老舗のあんこ屋ですね。はい、良いものでございます。他にもまだある。そうですね、うんうん、全部おすすめなんですけど、うんうん、こちらの特に十割そば用紙。十割そば、はい、おこちら特許製品でして、特許、はい、日本初十割そばからできたんです。あ、日本初、初です。あ、そうなんだ、知らなかった。そうなんです。お砂糖とか寒天は少しだけで、お蕎麦の力で寝る成分を高めて、はい、お蕎麦のすっきりとしたこれなんか書いてあるのは、はい、温めてる。そうです、おつと、はい、ほう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 、なので、うんうんうん、少し取り分けていただいて、はいはい、電子レンジで10秒ぐらいチンしていただくと、熱々でトロトロでも、トロトロ、あー良いですが、いろいろな食べ方が楽しめるというものにございますよね。はい、そうです。あ、さすが。じゃあ、あ、なんと今でございますか、あちら、はい、2500円以上お買い上げしていただきますと、はい、手作りマスク、はい、これは若女将が作った。作りました。あー素晴らしい。これを皆様にプレゼントすると、そうですね、良いものでございますね、はい、これも一つの楽しみにございます。本日は名取製庵さんにお邪魔してまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今こんなご時世ゆえなかなか外に出歩くことができませんが、ぜひ落ち着いた際にはお越しいただくとございまする。そのうち上田で待っておるぞ。待っております。